2年半以上連載をさせていただけたのもすごく私にとってこう貴重な機会でしたし、それこそこう毎月コンスタントに書いていくっていうのがこう自分自身の中ですごく筆が止まる時もあれば本当にもう短時間で書き上げられ られるこう気もあったので、なんか自分の中でも本当になんか書いている時間がすごく濃い時間だったなっていうのはすごく感じていまして、毎月こう読み手がいてくださるってい う, こうありがたさを日々感じておりました。やはり自分自身のこうブログとかとは違って、こう読んでくださる方がいる、こう受け取ってさまざまな解釈、自由な解釈をしてくださる場でもあるっていうのを考えると、こうしっかりその相手がいるっていうことを考えながら日々文章を書いていくというのは私の中でもすごく挑戦だったので、すごく貴重な経験にもなりましたし、なんか毎月の感想をいただくたびにすごく嬉しかったですし、今回書き下ろしのエッセイもありますので、そちらもぜひ合わせて読んでいただいて、自分の心に一番近い詩はどれだったのかっていうのをぜひファンの方に教えていただけたらとっても嬉しいなというふうに思っております。今日お衣装がすごい素敵だなと思ったんですけど、はい、お衣装のこだわりというか、なんかどこがどんな感じなのかっていう話ですか。はい、やはり本日はこのまどろむ花のようになので、このピンクの表紙がすごく印象的だと思うので、ピンク色のお衣装をと思いまして、さまざまなピンクのドレスを用意していただいた中でこちらを選ばせていただいたんですけど、ふわふわってなるんですけど、こうちょっと妖精さんみたいな感じで、今年私はすごくフェザーにを注目しているんですけども、これは私自分で持ってきたんですけれども、羽飾りをつけてみたのがポイントでございます。羽飾り重いんですか？いや、軽いんですよ。私物ってことですか？はい、私物です。そうなんです。あとはスタイリストさんのものなんですけど、全体的にこうピンクが印象的なお衣装に、せっかくこの本とリンクしたようなお衣装にできたらなというふうに思って、こちらのお衣装にさせていただきました。このまま一周回ってもらっていいですか？